さあ、それでは実はですね、今日は、開会式始まってすぐというイベントで、同時進行でたくさんのプログラムをやっています。開会式に、行かないといけないお母さんもいます。また福島の部屋では若者会議ということで、福島から来ている、参加者はあちらの方にたくさんいているという状況です。こちらは具体的に避難されている方や支援者の方々同士で交流をしようというワークショップになっています。私は子どもたちを保護者から守る福島ネットワークで避難疎開雇用の世話人の一人として活動しております吉野と申します。よろしくお願いします。はい、この辺は、大体4時半ぐらいまで使って、交流のワークショップをやっていこうと思っています。目的なんですが、紙気持ちいいですか？こういう下にアンケートって書いてある紙、そのを見ていただきますと、どうしてこういうことをやろうかなというふうに思ったのは、今日で震災からちょうど10ヶ月が経ちました。まだまだ、避難された方も残っている方々も心の中に不安を抱えているような状況です。たくさんの人が、家族と離れてしまったり、大好きな土地から、離れてしまったりしているような状況です。そういう状況がある一方で、全国に支援されている方、全員の心を持って、サポートしてくださっている方々がたくさんいらっしゃいます。その、2つのポジションがあるとかですね、その方々に集まっていただいて、具体的に何か一歩進んでいけるような方策を考えていきたいと思っていました。今、たくさんの方々とは言えないまでも気持ちのある方々が来ていらっしゃいますので、まずは最初に皆さんがどういう方々なのかなということを、交換し合いたいというふうに思います。今日は実は脱原発世界会議プログラムたくさんあるんですけど、どの部屋にも共通でやるということが2つあります。1つは、どうしてこの会議に参加したのか、そういった動機というか目的を考えてみましょうということがあります。まず最初のワークでは、その目的を含めまして皆さんに自己紹介をしていただきたいと思いますので、今から紙配りますので、ここに書いてありますね。丸に知り合いタイムというところですけど、お名前、今一番気になっていること、今回来た目的、そして脱原発への関心とご意見といったところを書いていただきたい。大体皆さんできましたでしょうか。はい、そしたらば、これを皆さんで掲げながら、大体1人30秒とか1分ぐらいで簡単に、実はこういう目的で今日来たんですよということをお話ししましょう。そうすると、どこから来た人